てか、こいつもヒュこいつらは階段だ。あいつのスピードとパワーのある戦いっぷりには驚いたが、手配犯とはいえ死なせるわけにはいかないか。暗闇で犯人の姿は見えなかったが、幸い最初に殺されたのが俺だから良かったものの、このままでは第二第三の犠牲者が。あの暗闇の中、俺は状況を把握しようとした。暗闇で余計に被害が拡大する。閃光と閃光、てめえを狩れば世間がもっと怖がってくれるよな。嘘、てめえら皆殺しコースに変更はねえ。あの暗闇の中、俺は状況を把握しようとした。よくもコンサートの邪魔をしてくれた。死んで償え。